アート。白と灰色の靴下でできたパペットのキャラクターです彼は非常に内向的かつ恥ずかしがり屋な性格で他人を避けて一人でいることを好み人間の注目を浴びることを嫌います芸術家でありノートをたくさん持っている人を見かけるとその人が自分より多作であると思い込んで嫉妬し攻撃的になります彼は人間を追いかけて捉えると周囲を10秒間高速で回り続け最終的にその人をバルディの近くにテレポートさせます